いやー、疲れたなー、宇都宮峠。そして、怖かったよなー、蔦の細道。北さん、大丈夫？ヤジさんよー、もう本当に疲れたなーって、もうほら、休むしかないよ、もう行けないよー、歩けねーよー。そうだな。じゃあ、ここ岡部地区にわらじを脱ぐとするか。よかった、よかった、ヤジさん。腹が減ったしさー。もう一歩も歩けねえよ。しょうがねえやつだな。じゃあもう今日はこの柏屋さんにあげてもらうとするか。いいねいいねいいね。じゃあさ、それさ、どんなところかみんなにも紹介したいよね。わかったわかった、詳しく紹介するぜ。まあ、今回この、日本遺産に関しましてですね、この宇都宮を越えましてですね、岡部宿の方にヤジキタがこう歩いてくるということのですね、物語の中でやらせていただきまして、まあ、今日ここにいますのが、皆さんが旅人が泊まったと言われるですね、大畑の柏屋になります。でこの横にですね、実は殿様が泊まったというですね、うちの本陣というものがございまして、まあ、このところはですね、この地域はですね、まあ、古くからですね、その旅人が、まあ、使う家康というところのですね、まあ、貴重な場所だということになります。で、まあ、こういう場所でですね、人々の交流が生まれて、この東海道を介して、まあ、街道文化が生まれていったということですね。藤枝もこの街道、東海道によってですね、まあ、発展をしてきた町でございます。ヤジキタのですね、物語で出てきますのはですね、もちろん宇都宮峠が難所であるというところで、まあ、雨の日にね、まあ、旅をしてきて、えらい、まあ、ステンコロリンをしながらですね、やっとたどり着いたのがここの柏屋だというふうに書かれていますね。まあ、この柏屋でですね、まあ、旅を疲れを癒していただいて、でそれを超えて、岡部から藤枝宿に入っていくというような形ですね。柏屋、この神の宿の中でも大きい規模になる、旅籠宿場になる、宿場旅籠になりますのでね、はい、やはりこの来てくれた方のこういうね、作りも豪華な作りになっておりますので、そういう中でこうゆっくり休んでいただく、そしてこういう、風景とかそういう調度品を見て満ちていただければ、そういうような気持ちでお迎えしたいと思いますし、食事もですね、やはりここの神の宿と言いますとね、タケノコとかそういうものがございますので、海のものも来てたんですか？海のものも焼津というね、港が近くにありますので、そこからの魚介類も当然入ってきてると思いますね。実はですね、ここの菓子場屋については2つの面を持っております。一つは今お話しありました本陣、当然大名行列、大勢の家来をつけて引き連れてきますので、それに泊まりきれない、いわゆる上級武士がこちらの、まあ、武士の間と言われる部屋に泊まります。もう片面では一般庶民の方、これは実は土間を境に北側に部屋がありまして、そちらは一般庶民の部屋というように、その二面性を持っている旅籠ですね。ここはしか
しい質問です。それこそこういう武士の部屋には一人で、やはり上級武士なら一人一人というふうになりますし、また庶民の部屋、これは川止めなどあれば詰めらえるだけ詰める。うちのこの鹿島屋には8畳間が2つありますね。そうすると遅くとも20人ぐらい男女で入れ乱れて詰め込まれた。川止めにはそういうこともありあったと思います。27の畳があります、まあ、そう言いましても東海と平均すると一つの宿場は56ぐらいになるんですよ、はい、そういう点で半分以下という比較的規模の小さいこの宿場ですので、畳の数としては多いというわけではないですね。やはり江戸時代もこう街道、東海道の整備が進んで安全面も上がってきたんですのでね、やはり庶民もこういう物見遊山とのためにお伊勢参り、特に、ね、有名なのはお伊勢参りとかで行きたいと、そういうのにね、やはり皆さんこう公でお金を立てて集めてそれぞれ旅立ってましたんで、結構やはりね歩いてたと思います。で大勢の方がやはり東海道を下りしてたと、こういうふうに考えておりますので、やはりね、こういう畳はそういう人々にとってはなくてはならない、まあ一つの場所っていうか、そうですね、やはりこの街道と峠を越えてきて、街道、そしてやはりこの道々にあることなんですが、お寺とか、まあここの東海道沿いでも非常にこう歴史的なもの、そしてこう伝説、これらがありますので、それらが一つの魅力の、これらが魅力の一つと、こういうふうに思います。この柏屋ですけど、柏屋というか岡部宿、それこそ町並み、古い町並みとか、またこう伝説もある、町になっております。ぜひこの宿場をご覧ください。またご来場ください。またこの柏屋、この中に入ると、時間が止まる、そんな感じを受けます。江戸時代の雰囲気、これらを十分に味わって、味わうことができると思いますので、ぜひ、ご来館いただきたいと思います。